こんにちは、みじゅです。今回はフォレスタースポーツベースの特別事業者 XT エディションをご紹介していきたいと思います。こちらはフォレスターのスポーツグレードをベースにアウトドアで使い勝手の良いアイテムを装備した特別事業者になります。 XT エディションの主な装備はこちらになります。興味のある方はぜひ一時停止でご覧ください。今回撮影したXT エディションは偶然にも私が乗っているフォレスター STI スポーツと同じカラーリングのマグネタイトグレーメタリックというカラーになります。購入時に私はブラックとこのマグネタイトグレーですごく悩んで、担当営業さんに相談したことがあるんですけど、ブラックよりもマグネタイトグレーの方が最近出てるような感じがするとおっしゃっていました。なので暗めのカラーが好きな方にはすごくおすすめなボディカラーになります。XT エディションはかなりアウトドア寄りのデザイン性になっていて、例えばフロントグリルの中央部分は無塗装になっています。そしてサイドミラーもこんなような感じで艶消しのものになっています。続いては安全装備のご紹介です。歩行者エアバッグが標準装備で搭載されています。やはりアウトドア志向の強い XT エディションにはこういったルーフボックスすごく似合いますよね。こちらのルーフボックスのワンサイズ大きいものを私はホンダベゼルに装着して日本一周していました。フォレスターの前後にさらにルーフボックスをつけるとちょっと立体駐車場なので引っかかってしまう可能性があるので、装着の際はぜひ気をつけて運転してください。テールゲートは電動になっています。テールゲート内側にはこのようなライトがついています。フロアマットはこちらになります。給油口はガソリンスタンドなどで寄せやすい運転席側についています。はい、ということで内装を見ていきたいと思います。前回の外装を撮った日から日にちがね変わってますが、ちょっと背景とかね変わってるけどご了承ください。こちらが XT エディションの内装になります。基本的にブラックで整った車内じゃないかなと思います。で、STI 限定でこのルーフがね、ブラックだったんですけど、こちらはまあ普通の、もともとがね、フォレスタースポーツを、まあ、ベースに作った車両なので、こちらはフォレスタースポーツと同じベージュクリーム色っぽいカラーリングになります。で、今回ね、ポイントとしてはこちらのカメラ型になっているルームミラーは普通メーカーオプションなんですけど、こちらはもう本体価格に盛り込まれているのでかなりお得な仕様になっています。そしてこれもね、フロントビュー、サイドビューという、まあ、視界をね、視界拡張という機能でフロントカメラとサイドカメラの映像を見ることができる機能があるんですけど、こちらも普通はオプションなんですけど、そのままね、もともと最初から本体価格に盛り込まれてる仕様になっています。こんな感じで、まあ、近くの様子をね、フロントの様子とサイドの様子を確認することができるので、初めてこういったフォレスターぐらいのサイズ感を乗る方にも安心して乗れるんじゃないかなと思います。で、まあ、こちらの車はね、借りてから、トリップをすぐにリセットしたんですけど、私はちょうど1週間経ってないな、6日間借りて645キロ走っちゃいました。走りすぎですね、すいません。一応私今回予定がいっぱいあるので多分いっぱい走ると思いますとは事前に言っといたんですけど、結構走りました。最初400キロぐらいで借りたんですけど、これだけ走って、で返却前に満タンにしておきました。まあ1000キロ走ったんでね、慣らし運転終わったんじゃないかなと勝手に思っています。で、トリップをリセットしてから平均燃費が 9.6 キロになっています。私は街乗りが5割、3割ぐらい高速道路、2割ぐらい山道を走りました。で、それのトータルが、まあ、9.6 キロになっています。やっぱり街乗りするとね、燃費が悪くなっちゃいますね。それではステアリング周りから見ていきたいと思います。はい、こちらはステアリングヒーターがもともと入っています。これがね、めちゃくちゃ重宝するんですよ。今日とかもう現在外気温が4度なんですけど、車内も冷え切っています。そんな時にシートヒーターとステアリングヒーターを使うと本当にね、もう手先からお尻から温まってくるので、もう一度味わったらね、
他にはね、ついてない車は乗れないっていうぐらいかなり重宝します。で、メーターはこちらになります。なんか普段 STI 乗ってたから、 STI のねロゴとかがこの辺にあったりして、もうちょい派手なデザインだったので、ちょっとこれを見てみると意外と純正というか標準グレードはシンプルだったんだなっていうのをね感じました。私はオフにしてしまったんですけど、現行のフォレスターはこのグーとパーでエアコンの温度を変更することができます。現在エアコンがついてないので、ちょっと一旦つけてみますね。オンにします。で、パーを上げると気温が、パーを出すと温度が2度上がる、グーを出すと温度が2度下がるという仕様になっています。うん、反応しないですね。あれ、昨日反応したんだけどな。ん、ダメだな、ちょっと調子悪いですね、寒いのかな。はい、そしてナビは、カロッツェリアがついています。で、なんか上にナノイーがついていますね。私のとは仕様が違いますね。結構ナビがね、正直このナビは使いにくかった。アップルカープレイもつなげられないし、なんかねボタンの押し心地とかがねちょっとチャッチーなっていう感じでした。で、このナノイーはこれオンとオフで色が変わるんですけど、まあ多分青がオンだと思うんですけど、まあどっちがオンなのか、ちょっとオンなのかオフなのかちょっとわからないなっていう、説明書読めばわかると思うんですけど。で、私がね個人的にあれちょっと違くないって思ったのが、このエアコン操作口です。これがね、押し心地がグレードアップしたように感じます。この温度調整のダイヤルとかも回し心地が違うんですよ。なんかより上質になった感じがします。一つ一つが滑らかで、もっとねカチカチしてたと思うんですけどね、私の方がガバガバになってるだけなのかな。なんかねここが違うなって思います。で、この辺の押し心地もなんかね重みが出ました。軽い安っぽい感じじゃなくて、なんか重みがあるんですよね。これが多分変わったんじゃないかなって思ってます。結構触ってきたけど、これ違う、なんか高いオーディオみたいな、高いオーディオの音量調整みたいな、そのくらいのなんか質感の良さがあります。見た目はね全く変わってないんですけどね、なんかここがフォレスターの F 型になって、ちょっとアップグレードしたんじゃないかなって、改良したんじゃないかなって勝手に思いました。で、あとはまあステアリング、シフトレバーですね、シフトレバーがあって、でこんな感じですね。まあ他は一緒ですね。ちなみにシートなんですけれども、こちらは撥水シートになっています。こちら防水シートではないので、完全に水を防ぐわけじゃなくて、簡易防水、ちょっとパーってかかっちゃったぐらいの水分とかは束状になってね撥水してくれてたので、雨の日とかもすごいメンテナンスもしやすいんじゃないかなと思います。そうですね、あと私がこの期間乗ってみて感じたことは、私がねつけてる自分でカスタムした用品がやっぱり便利だったなっていう節が結構あったので、ご紹介したいと思います。まず一つ目がこちらの、ここの部分に置くゴム製のパッドがあるんですけど、それをね私はつけてるんですよ。これがねついてないと結構デリケートで気を使うなと思いました。私は運転が終わってサングラスとかここら辺にポンって置いちゃうことが結構あるんですよ。ここのね、わかるかな、ここの樹脂がすごいツルツルなんですよ。なので脂肪とか何にもないから線傷とかすごい入りやすいので、ここはねパッドをつけといた方がいいし、物が滑らないようにするためにもやっぱりつけてあると便利だなと思いました。あともう一つは、ここのドリンクホルダーですね。ドリンクホルダーのところは実はこれね外せるんですよ。これもねまた便利なので、まあ好きにお使いいただけたらなと思っています。結構ここのベロがなんだろうな、ペットボトルとかはいいんだけど、例えばスターバックスのカップとかだと結構プラスチックのカップがババババってここに引っかかってちょっと取りにくかったりするので、私はこれ外しても使い勝手いいかなと思っています。あと最後にご紹介したいのがこのアイドリングストップです。私はアイドリングストップが正直大きい声では言えないんですけど、あまり好きではないので、アイドリングストップキャンセラーというのをつけています。なので、まあ、この車はね普通にアイドリングストップキャンセラー入ってないので、乗り込んだらここを押すっていう習慣をつけなきゃいけなくて、それがね結構まあ、一つボタンを押すだけなんだけど、まあちょっと
乗り降りが激しい時とかは若干めんどくさかったかなと思うので、アイドリングストップ嫌いな人は私がね過去に動画で紹介してるんですけど、そちらつけてあげてもいいかなと思いました。はい、ということでちょっとね時間の関係で駆け足になってしまったんですけれども、こちらの内装をご紹介させていただきました。でフォレスターっていうのはやっぱり密室空間とかも広いし、室内空間もねかなり広いです。そしてやっぱりフォレスター見た目的にも大きくてちょっと乗るの怖いと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、フォレスターの窓ガラスってミニバンなんじゃないかなって思うぐらい窓が広いんですよ。でフロントの視界もすごく広くて見やすいです。なのでやっぱりスバルさんっていうのは安全支援もそうだし、あと視界の面もすごくこだわって作った車なので、見える範囲が広いことによってやっぱり運転のしやすさも格段に違うんですね。なのでそこはねおすすめだなと思っています。あとは走りですね、乗り心地というものも着目してほしいなと思います。フォレスタースポーツをベースに作ってるんですけど、こちらの車は 1.8 リッターのターボですが、加速感など勾配のある場所でもそんなに非力感を感じないし、満足いただける走りじゃないかなと思います。結構速いですよ、高速道路とかも結構速く走ってくれます。でただ、私普段 STI スポーツに乗っててからの普通のフォレスタースポーツベースの車に乗ったんですけど、足回りが作りが違うんですね。ダンパーが STI の場合日立はステモ製ダンパーというものが使われていて、私はそのダンパーが入ってるから買ったっていうのもあるんですけど、やっぱり、箱根の峠道登ってたりとかカーブが強いところとかを走っているとちょっと高速でカーブに差し掛かると若干ロール感を感じてしまうかなと思います。だけどフォレスター STI スポーツに乗ってた時と同じ感じでこれで走るとなんかちょっとね怖さを覚えるシーンが少しありました。なので、全然走れないこともないし、正直言うとそのダンパーを変えたからといってロール角度とかが変わったわけではなくて、そのロールするまでのアクションが体に伝わってくるものが速度とかが違うことによって乗り心地がよく感じているだけではあるんですけど、もう本当にそれだけでも全然自分に入ってくる乗り心地っていうものが全然違うんだなっていうのをね改めて再確認しました。XT エディションっていうのはやっぱり他の外装部分とかでも他のグレードにはない特別な仕様があったり、本体価格自体にメーカーオプションが組み込まれていたりと、かなりねお買い得の車両にはなると思うので、現行のフォレスターの顔が好きとかそういった方にはねぜひおすすめしたい車だと思っています。ということで本日もご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。